このすば。カズマ、勝手にいなくなって一人で何よ。くさ。何よここ。アクは臭すぎて近寄りたくもないんですけど。いきなり来て随分な言いようだし、あーしの無知で調教されたいの？調教だと？カズマ、住民の避難は終わりましたよ。ほうけてないで立ってください。ああ、すまん。おや、そこのピンク髪の女の子は？私はその通りすがりの冒険者で。ん？スンスン、そっちの悪魔とは違う匂いがあなたからしてるような。で、手伝ってくれてる冒険者さんに失礼だろ。それに今はそんな話をしてる場合じゃない。そうよ、無視しないでもらえる？この無知を食らいたいの。え？望むところだ。食らいたいの？すごいです。動揺を誘う見事な作戦ですね。いや、ただの趣味だ。こいつが町を襲う黒幕ですか？住民の避難は済ませましたし、ここは我が爆裂魔法で。私のゴッドレクイエムもお見舞いしてやるわよ。まずい！ここでことを構えたらカーラにもっと恨まれちまう。それにアクアたちに今までのことをバラされてもしたら、首筋にフリーズ！ちょっと何するのよ！頭を冷やせ！まともに戦ったらこっちも無事じゃ済まない！ひとまず逃げるのが得策だ！逃がすわけないでしょ！待ちなさい！飛び上がった！今だ、メグミン！町の被害は最小限に！任せてください！エクスプロージョン！よし！今のうちだ！この巣は。悪魔に背を向けるなんて、女神として不覚だわ。あの怪しいピンクの小娘もいなくなってるし。ロリーさんのやつ、どさくさでちゃんと逃げたみたいだな。後でカーラのこと話し合わないと。あの悪魔の無知、町を破壊していたな。ええ、敵ながら恐ろしいほどの魔力でした。私のブレーキの町が。シュリー、復興の時は手伝うから何でも言ってくれ。そうだ、アクアを派遣するのがいいかもな。こう見えて工事や補修のプロだ。アクセルの街の壁もこいつが補修してるんだぞ。ふふん、まあ大したことありますけど。そうなんですか。少し元気が出ました。ありがとうございます。それにしても腑に落ちないな。あの悪魔、次の狙いはアクセルと言っていたのだろう。ブレーキの次はアクセルですか。アクセルが狙いだとすると魔王軍絡みは考えられませんね。何せ駆け出し冒険者の街ですから。でも悪魔が関わってるのなら絶対に良くないことが起きるわ。女神の勘が告げているもの。早く戻って準備を整えましょう。アクセルまで馬車を飛ばしてもらわねばな。御社と話をつけてくる。はい、私もご一緒します。みんなどうしたんだ？いつもよりやる気満々じゃないか。何をのんきなこと言ってるんですか、カズマ。いつものように小ずるい作戦を頼みますよ。ええ、相手の悪魔がドン引きするようなえげつない手を考えるのがカズマの特技でしょ。人聞きの悪いこと言わないでくれる？というか、そうだよな。あいつを倒さなきゃいけないんだな。倒す。確かにいろんなところに迷惑をかけるのは事実だけど、それには原因があるし、カーラがちゃんと納得してくれるような
そんな方法があればいいんだけどな。遠くを見て黄昏て、どうしたんですか？そういう顔をするのがかっこいいと思う年頃なのよ。このそば！というわけで、そいつの次の狙いはこのアクセルの町なんだ。サキュバスの女王なんてのがいるのね。しかもそんなとんでもない力を持ってるだなんて。どうすんだよ。ただでさえこの町には駆け出し冒険者しかいねえのに、この前の緊急クエストで。何を言っているんですか。だからこそ私たちが戻ってきたんですよ。頭のおかしいアークウィザードか。絶望的だな。おい、今すぐにでも我が力を証明してもいいのですが。ちょ、こんなところで喧嘩するなって。ブレーキの街はどうなっているんですか。復興に向けて動き出している。冒険者たちも協力しているから、アクセルに応援に来てもらうのは難しいだろう。もう少し戦力があるといいんですが。どうやら間に合ったみたいだね。皆さん落ち着いて、僕が来たからにはもう安心です。ミツルギさん、緊急事態と聞いて急いで戻ってきました。クレメアとフィオにはブレーキの復興支援を頼んでます。手持ちが少なかったので数百万エリスしか寄付金を渡せませんでしたが、少しは役に立てるかと。さすがはミツルギさん、頼りになりますね。いちいち鼻につくの。おいカズマ、ちょっとこっち来い。ダスト、なんだ、逃げようとかそういう相談か。そんなわけないだろう。ここで逃げちまったら守るものも守れねえ。守るもの？例の店だ。町に残ってる男たちも裏では店のこと心配してるぜ。そっちかよ。いや確かに大事だけど。サキュバス女王ってカーラのことなんだろ。カーラがこの町で暴れたら、例の店のことが女性冒険者にバレるかもしれねえ。バレたら店がなくなる。そういうこった。たとえ町が被害から立ち直っても、あの店が開けなくなったら意味がねえ。それだけは絶対に阻止しねえと。ダストにしては頭が回るな。こういう時頼りになるぜ。褒め言葉だよな兄弟。もちろんだ。あの店は男の夢、絶対に守ってみせる。やっぱりカーラとの戦いを回避するのが町にとっても店にとっても一番だよな。ロリーさんに相談してみるか。よし、善は急げだ。行くぞ。佐藤カズマ、どこに行くんだ。これから大事な話を。こっちも大事なことなんだよ。この芝。もう何、風邪なんて引いてないんですけど。聞いて。ありがとう、大丈夫。やっぱ太陽が出てると力が出ないわね。キーキー。そうそう、無理は良くないわよね。他のコウモリも休んでるから、あんたも寝たら。キーキー。おやすみ。夜になったらこの力でカズマを。このスマ。すみません、今日はまだ仕事が残っていて。終わった後にしていただけませんか。時間がないんだよ。すぐにでもカーラがアクセルを襲いに来るかもしれない。はぁ、しゃあねえな。これでどうだ。そのピンクのエプロンはまさか。ああ、お前の思ってる通りだ。これをやるから話を聞いてくれるな。もちろんです。奥深くかぐわしいこの香り。
すがはバニル様です。追い出すと、いつの間にバニルからエプロンもらったんだ。バーカ、あれはカーラと店をやった時の余りもんだよ。ちょうどデザインが似てたからな。この店を守るためだ。これぐらいの不正は目をつむるか。カーラの話でしたよね。俺たちはあいつとの戦いを回避したい。手っ取り早いのはあいつをサキュバス女王から元に戻すことなんだが、方法を知らないか。すみません、そこまで詳しくは分からなくて。膨大な魔力によって得た力ですし、簡単にはいかない気がします。元に戻す方法はひとまず置いておくしかないか。せめてあの無知をなんとかしたいんだけど。無知？そんなの持ってんのか？ああ、怪しげに笑いながら無知を振るってるんだ。あれは女王というより女王様って感じだ。女王様。なんか元に戻すのもったいねえな。そんなのんきなこと言ってられるの今のうちだけだぞ。無知の一振りで地面が割れるくらいなんだからな。けどよ、女王様になったカーラにサービスを頼んだらどんな夢が見られるか興味ないか。それは、まあ、お二人とも脱線してません？これ真面目な話なんですよね。大真面目だ。カーラをどうにかした後のことも大事だろ。どうにかした後？激しい戦いの後、男たちは疲れて癒しを求めるだろう。この店に来た時にいつも通りじゃ味気ねえ。そこに女王様がいたら生きててよかったと思う男も多いはずだ。わかるぞ兄弟。それにカーラが女王様になっちまったのは俺たちのせいでもあるからな。責任を取る必要がある。その通りだ兄弟。ここは男として頑張りどころだな。サキュバスの店も女王様も全部守る。もうお二人ともどこまでが本気なんですか。勝手に盛り上がって。男の人ってみんなこうなんでしょうか。このスパン、はあ、和平交渉ですって。ああ、現状を考えるとこれがベストな作戦だ。皆を集めて何を言い出すかと思えば。そんなの納得できるわけないでしょ。でもカズマが言うにはそいつ強いらしいじゃないか。こっちは戦力不足、まともに戦っても被害が大きい。同感だな。無駄な血が流れるのは防ぐべきだ。俺もカズマの意見に賛成だぜ。みんなどうしたんだ。まさか賄賂でも渡されて。そんなわけないだろう。アクセルの冒険者たちはな、この町のことをちゃんと考えて賛成してくれてんだよ。そうだそうだ。あの店が危ないって話をしたら一致団結するのは早かったな。ということで俺が責任を持って交渉を進める。だから賛同してくれないか。でも相手はサキュバスよね。夢を見せて引き換えに正気を奪うような悪魔に話が通じるわけないじゃない。それにあいつはすでにブレーキの街を襲っているんですよ。脅威は立つべきです。悪魔倒すべし、魔王しばくべし。意義あり。お前たちの意見は偏見まみれだ。サキュバスという気に食わない存在を攻撃したいだけで。待ってください。それを言うならカズマたちもです。どうしてそんなにサキュバスをかばうのですか。そうそう、ダストが妙にやる気なのも引っかかるのよね。あんたいつもなら真っ先に逃げるって言うじゃない、ね、それは男たちがサキュバスをかばう理由。はっ、まさかあの格好か。なるほど、確かに凄まじく戦場的な衣装を着ていましたね。やはり男性としてはああいう格好に騙されるのですね。最低。男ってそんなのばっかね。
違う、この町のことを思ってのことだ。そうだぞ、やましい気持ちなんて全然ないぞ。嘘じゃないぞ。やばい、このまま行くとこっちの部が悪いな。話し合いで済めばよかったが、こうなったら。おいおい、話がずれてきてるぞ。そもそもサキュバスと和平交渉か戦うのかで割れてたんだろ。だったら早くそれを決めちまおうぜ。ほう、どうやって決めるというのだ。俺たちは冒険者、最後は腕っぷしで決める。和平派と討伐派で三本勝負だ。もうすぐこの町に敵が来るんだよね。こんなことしてる場合じゃない気が。この巣場、魔王倒すべし、悪魔しばくべし。戦いは虚しい、平和こそ正義だよな、野郎ども。よし、気合十分だな、これなら。みつるぎさん、一緒に頑張りましょうね。ソードマスターのみつるぎさんがいれば、あんな男どもが束になったって勝てるはずないわよ。そう言ってもらえると嬉しいよ。町の緊急事態だしね。何かあったらいつでも僕を頼ってくれたまえ。男性冒険者なのに、あいつだけサキュバスの店のこと知らないからな。サキュバス女王が来るまで時間もない。三本勝負するまでもなく、二本で終わらせてもらうぞ。それにしても勝負内容が、玉入れ、借り物競争、騎馬戦。これって本当に公平な勝負になるの？消耗しすぎて、サキュバスの襲来に備えられなくなるのも問題だということで、この内容になったらしい。単純なルールですし、きっと大丈夫ですよ。初戦は玉入れですね。玉はキャベツとレタスが荷車に乗ってるし、それを玉にしたらどうだ。さすがミヤちゃん、ナイスアイデアね。キャベキャベキャベうわぁ、なんでよ。言うこと聞きなさいよ。カゴはあっちでしょ。あらあら、キャベツたちったらすっかり興奮しちゃって。これじゃカゴに入れるどころか捕まえるのすら難しいわね。元気のいいキャベツに苦労してるみたいだな。その間に、お、こりゃレタス3点追加だ。くっ、このまま負けるくらいなら、いっそのこと我が爆裂魔法で全てを吹き飛ばして。そこまで、終了です。和平派の勝ち。向こうのキャベツがピンピンしてたおかげで助かったぜ。まあな、向こうのキャベツ桶に昨日アクアが入った後の風呂の残り湯を入れといたんだ。おっと、不正じゃないぞ。キャベツを生かすためだからな。さすがだぜ相棒。次の対戦は。ちょっと待った、審議よ。だっておかしすぎるもの。なっ、あ、見てください、ここ潜水が入れられた形跡があります。清らかな水によって鮮度が格段に上がってたのね。これは明らかな妨害工作だわ。もう勝負はついたんだ。今さらしのごの言うのはカッコ悪いぞ。怪しいわね。そうしてことをうやむやにしようとするなんて、それこそが不正の証拠。審判、公平な判断を求めます。ふん、わかりました。玉入れの結果、勝者なし。どうしてだよ。次は借り物競争です。この箱に皆さんに書いてもらった品物の名前が入ってます。それぞれ引いて書かれたものと一緒にゴールしてください。それでは
この蕎麦。ほら、アクア、わがままを言わずちゃんと借りてくるんだ。嫌よ、陰謀だわ。誰よ、こんなもの書いたの。魔道具店店員のエプロンですか。誰が悪魔やリッチーなんかに借りるもんですか。私は絶対嫌。こんなこともあろうかと紛れ込ませておいて正解だったな。さて、俺のやつはパンツ。パンツ、カズマくん。いやいやいや、誰だよこんなの入れたやつ。ぷーくすくす、人のこと笑うからバチが当たったのよ。ほら、早く借りてきなさいよ、パンツ脱がせまのカズマさん。お前の仕業か。くそ、どうする。人としての尊厳を守るか、男性冒険者の夢を取るか。カズマ、まさかやりませんよね。私はカズマを信じていますよ。カズマ、どうしてもというのなら、私の。まさかこんな公衆の面前でやる気なのかしら。本当、引くわ。ガダガダガダ、どうしたら。前々から思っていたが、見損なったぞ佐藤一馬。その紙に書かれたものを彼女たちから奪うというのなら、僕が止める。はっ。俺は真の男女平等主義者、佐藤一馬。大義のためなら自分を殺せる男だ。ミスルギ、その勝負受けて立つ。ステール。ちょ、あ、このスマ。ほらほらほら、そんなんじゃ俺たちの牙を崩すことなんかできねえぜ。ここは一旦引きましょう。ダクネス、聞いてますか。ああ、聞いていると。もこちらからも突撃だな。違うよダクネス、一時撤退だって。ムクつき男たちが次々にぶつかってくるこの状況。止まりゃ。ダメだ、すっかりその気になってる。ねえ、支援魔法ってまだかけなきゃダメ。さっきから使いっぱなしで疲れてきたんですけど。すみませんがお願いします。向こうは力押しですから、魔法を使えば優位に立てます。おっと、魔法はそっちの専売特許じゃないぞ。クリエイトウォーター。これはまずい、次はフリーズが来る。私はいいから、みんな避けろ。牙を組んでるんだから避けられないってば。いやー、もうバインド。あ、危ねえ。あれを食らったら一気に不利になるな。常に動いて的を絞らせないようにするぞ。私たちの辞書に敗北という文字はありません。この騎馬戦、全力で勝ちに行きますよ。望むところだ。こっちだって負けるつもりはないからな。というか私たち何のために戦ってるんだっけ。戦いは虚しい。しつこいぞ。もう夜になっちまったじゃないか。そっちこそ、いい加減諦めたらどうだ。くそ、ダークネスのやつ、いくら攻撃を食らっても倒れやしねえ。おかげでこっちの体力がもう限界だ。だが向こうもダークネス以外は疲れ切ってるはず。あと一踏ん張り、もう一踏ん張りなんだ。確かにそうだな。野郎ども、一気に畳みかけろ。隊列がかなり乱れている。行けます、みんな。ここが勝負どころですよ。どちらもすごい気迫。最後まで生きていられるかしら。
物騒なこと言わないで。というか早く決めないといけないんじゃなかったっけ。ちょっとこれどういうことよ。何やってんの。どうして人間同士が。キー、あなたはついに現れたわね。この決着の前に私がこの手で葬ってあげる。この決着って何よ。あーしはカズマに用があるの。どうしてカズマくんに。いや、だな、その俺にもよくわかんなくて。スキアリー敵の大将取ったり。これで騎馬戦は我が栄光の勝利で終わりですね。この卑怯者、話してる時に余計なことを。あーしを無視するな。サキュバス女王め、騎馬戦をしてるところを不意打ちなんて。まあ騎馬戦してる方が悪い気もするが。それにしてもすげえ格好だな。鼻の下伸ばさない。みんな戦闘準備。腕が上がらねえ。足がもうパンパンよ。皆さんこれまでの戦いで疲労困憊のようです。でもこのままじゃ町が。動ける冒険者だけでも応戦しないと。くーじーまーぐっ、よすんだサキバス女王、争いは何も生まないぞ。カズマが言っても説得力がないセリフですね。アクセルごとぶっ潰してあげる。あぶね、俺たちの言葉は届かねえか。あいつを止めるぞ。このスマ、これが僕の、そして女神様より賜りし魔剣グラムの力。私の可愛いコウモリたちが。なんなのよこいつ。そこらの冒険者とは強さが違う。コウモリの邪魔が入らなくなった。今がチャンスだ。カースドクリスタルプリズン。ニル様といつも一緒にいるだけじゃなくて足の邪魔までしてくるなんて許せない。こちらの攻撃はまだ終わりではありませんよ。はぁ次から次へと。だったら空に逃げるつもりです。全員まとめて女王の力にひれ伏しなさい。ステイよ、ステイ。これは体から力が。スリープの魔法、とんでもない魔力。みんな気をしっかり。まさかこんな奥の手を。このままでは。みんなが寝た後に全員ゆっくり調教して。セイクリッターハイネスエクソシズム。アクア。あー、くっさいくっさい。鼻が曲がりそうで。好き放題撒き散らしてくれちゃって掃除が大変よ。まったく。私の力が。悪魔の力が私に通用するわけないでしょ。あとそのくだらない魔道具邪魔ね。ゴッドブラー。儀式の魔道具が私の
い。さすがはアクア様。サキバス女王の姿が変わって元のサキバスに戻っているのか。女王様じゃなくなるのはちょっともったいない気もするが、あとちょっとかわいそうな気も。私の復讐か。いい、あなたはこの私の縄張りで暴れてくれたの。その落とし前つけさせてもらうわよ。アクア、とどめを任せてください。我が爆裂魔法で。そこまでだ。何割り込んでるのよ。私はこの悪魔を成敗するところなの。そこをどいてくれると助かるんですけど。カズマ、ダスト。カーラ、今更遅いけど、いろいろ追い詰めちまって悪かった。こんなことになって、辛かっただろう。こんな足を、助けてくれるの？女一人救えねえで、何が冒険者だよ。今なら闇に紛れて姿を見せないように逃げれるだろう。ダスト、ありがとう。礼なんかいいって。今は逃げろ。ちょっと、逃がすはずないでしょ。早くその悪魔を引き渡しなさい。へっ、カズマたちばっかにいい格好はさせねえよ。だな、ここは俺たちに任せとけ。みんな、ごめん、ありがとう。私、また必ずお礼に来るから。ちょっと、どういうつもりなのよ。あいつを追いかけたきゃ、俺たちを倒してからにするんだな。野郎ども、合体だ。おう、騎馬戦の続きと行こうじゃねえか。おりゃめぐみんさん、さっきのとどめあいつらに撃ってあげて。ああ、直撃はしなくていいから。エクスプラーチョン！よ、復帰したって聞いたからさ、これお土産。元気でやってるみたいだな。苦労したけど、店とも和解できたし、二人が口添えしてくれたおかげかもね。ありがとう。それより聞いたよ、あの後、女性冒険者たちにめっちゃ怒られて、今でも口聞いてもらってないんだって。あんまりそのことは触れないでくれ。そういやカーラ、バニルの旦那の手伝いもしてるんだって？あ、そうそう、あの時の戦いをバニル様が見てくれてたみたいで、面白い女だって褒めてくれたんだ。あいつ見てただけかよ。手を貸してくれればよかったのに。おかげでも毎日が楽しさいっぱいって感じ。ま、充実してるなら何よりだな。すべて俺たちのおかげだろ。ってことで、今日の夢はサービスで。それは無理。あーし、しばらくはノルマきついし、どうせならスペシャルコース頼んで貢献してくれない？俺たちにそんな金あるわけないだろ。元気そうならよかった。顔も見れたし、この辺で。女王様の夢、見たくないの？女王様。いろんな道具の使い方、覚えたんだけど。いろんな、道具？ダメだダメだ！アクアたちと約束もしてるし。今なら、次回以降使える無料券も、ついてくるんだけど。大人2名、スペシャルコース、お願いします！初指名、ありがとうございます。新しい時代はもうすぐそこまで来ているのかもしれねえな。
を盗む。